ルカ楽園のドラワレビトたちからは、七井広田課長、三、島広史イラストのライトノベル。ISBN 9兆7848億4022万9173。電撃文庫より2005年2月10日に発売された。第11回電撃小説大賞の大賞受賞作。本作の帯において、秋山水人は、 滅亡すするるとととといいいうことの指摘な部分を見事に書き切っていると思いますと評した人類は高度な疑似人格を開発し、また宇宙にも積極的に進出しつつあった。日本の富士山の地下部落では政府用人用高級対比施設、ペルシダーが極秘裏に建設されていた。そしてペルシダーがほぼ完成した頃のこと、宇宙開発の場において、 ある超大国と他の先進国との間に冷戦構造が復活した。その対立はやがて武力行使へと変わる。突然の先制攻撃とそれに対する激しい報復攻撃。その戦いが終わった時には地上は死の世界となり人類はすべて滅亡していた。作られたそのままに朽ちようとしていたペルシダー。だがそこにはまだ七つの動くものがあった。 一つは、まだ言葉も話せない幼子、眉。一つは、彼女と一緒にいた大きな白い犬。そしてあとの五人、綾、ヒロ、ハル、ゲニア、小雪は、地上で死んだはずの人間、つまり、幽霊だった。五人は、自らの死後の生の理由を眉に託し、最後の人間である彼女を育てることを決意する。彼らは自分たちが幽霊であることや、 人類の滅亡を隠すための言い訳としての規則、新日本国憲法を作り、彼女を育て始めた。それから10年ほど経ち、マユは5人と1匹の家族と共に大きくなっていた。ある時、大昔の映画を見ていたマユは、キスに興味を抱き、ヒロにキスを求める。幽霊である、彼は生きているものに触れないということもあり、ヒロはそれを断ったが、マユは、その対応にへそを曲げ、 ヒロたちの事業をボイコットするようになる。マユに本当のことを言うかどうか迷う5人。そんな中綾は自分と同じくらいの年齢となったマユが未だにわがままを認められていることへの戦望や自分の存在の意味への不安、そして自分の思いに気づいてくれないヒロへの焦りを募らせる。心を揺らす彼女にある存在が接触した。PDS3 番3バイ 試作機の暴走により開発中止となった第三世代型の超高性能の疑似人格。ペルシダー建設当初に密かに持ち込まれ、10年間にわたって眉たちをつぶさに観察し続けていた彼はある計画を実行する。彼は矢をそそのかして眉を騙し、自らの全機能を解放させ、そして眉をペルシダー下層部に拉致する。 ペルシダーの異変に気づいて駆けつけたヒロたちに彼はその計画を明かす眉を母体に人類を繁殖されるのだと。同時に彼に投げられた辛辣な言葉に彼らは絶望しかける。だが春の一括により5人は眉の奪還に向かう。自爆霊である彼らの行動限界、世界の端それを彼らはペルシダー管理用の疑似人格。 ポンコツの移動端末に憑依することで突破し、眉を目指して進む。犬のトッピーと共にペルシダを下る道中、彼が放った電磁波にアヤが撃たれる。苦しむアヤの姿に自分がしたことへの恐怖を覚え、彼は気づかされる。自分は彼らを普通と同じ人間として見ていたということ。そして自分が何の根拠もなしに万能だと思い込んでいたのだということを、 ペルシダーサイ仮想にたどり着いたヒロ。だが、自分の信じていたものすべてが嘘だったことを知ったマユは、絶望に陥っていた。マユを説得し、地上に戻ろうとするヒロ。そして、彼は、自分の行動に苦しみを感じながらも、半ば衝動的に電磁波照射灯の引き金を引く。そしてその電磁波は、ヒロをかばったトッピーに当たり、マユは、 自分の母代わりの犬のおけがに自室状態から抜け出す。トッピーの手術中。緊迫した空気の中、マユは自分の本音をヒロに語る。ヒロたちが何かを隠しているのをとっくに気づいていたこと。それを知りながらも何も知らないわがまま娘を演じていたこと。お互いの真実を知ったマユとヒロ。そして二人は唇を重ねる。 手術は成功しトッピーは一命を取り留めたが、代わりに右後ろ足を失った。その痛々しい姿に彼が罪悪感と介護の念に襲われていた。だが、マユは彼を許し、ルカという名前をつける。そしてマユはルカを家族として認めるのだった。ありがとうございます。